夕日に染まる道を商店街目指して心と二人で歩く。なんだかさっき泉が言った言葉を妙に意識してしまう。デート。俺のつぶやきにビクッと反応する。どうやら同じことを考えていたらしい。とりあえずさ、普通に楽しもうぜ。そうだね。商店街をぶらつく頃には、さっきまでの妙な空気はすっかりなくなっていた。ん？どれだ？そう言って心が指さしたのは、雑貨屋のショーウィンドウに飾られたセミの置物。セミかよ。 ご丁寧に足の一歩一歩まで再現してやる。気持ち悪いな。かわいいか？まあ、可愛いんじゃないか。だよね。昔から思っていたことだが、女子が言う可愛いは男子が思う可愛いとは全く別物なんじゃないだろうか。どうしようかな。買っちゃおうかな。こんなセミの置物、可愛いなんて男子なら思わないだろう。よくわからないマスコットキャラをキモ可愛いだとか、ウザ可愛いだとか言ったりするが、理解不能。要は気持ち悪いんだよな。うざったいんだよな。一説によると女子は何でもかんでも可愛いと言っちゃえる。自分が最高に可愛いと思っているのだとか。女子の趣味ってのは男には一生理解不可能なんだろうなと思いつつ、セミを眺めていると、うわぁ、羽を動かしてセミが鳴いた。商品タグにはセミ型目覚まし時計と書いてあった。悪趣味だ。寝起きにこれはないわ。すいません、これください。買うんかい。はあ。お店の奥に向かって声をかけている心が信じられない。心、もしかしてこれ買うのか？そうだよ、お母さんにプレゼントしようかなって。マジか。やはり女子の好みは理解できそうにない。一太郎にも買ってあげようか。いや、遠慮しとくわ。めっちゃ喜んだ顔してる。セミの入った袋を大事そうに抱え、鼻歌混じりに歩く心。嬉しそうだな。どうしようかな。あ、そうだ、家具見に行かない？家具？うん、大学生になったら一人暮らしでしょ。どんな部屋にするかイメージしながら家具見ると楽しいよ。なるほど、それは確かに楽しそうだな。じゃあ早速そこの家具屋さんから。普段家具屋に入ることがないので、店内を見て回るだけで新鮮だった。たくさんのベッドや机などが並んでいるだけでなく、小さなショールームみたいなスペースがいくつか設けてあった。そのショールームの一角にて、俺がソファーにどっかりと座ると、心がキッチンに立った。今日の夕飯はステーキだからね。ああ、いきなりおままごとが始まった。そう言ってリズミカルに包丁をさばく真似をする。俺もテレビのリモコンを待つ真似をして、テレビの模型を眺める。何か面白い番組やってる？そうだな、どのチャンネルもニュースしかやってないな。どんなニュース？どこかの家でキッチンが爆発したってさ。一太郎分かってんじゃん。自分とは全く無縁の話と言いたいのか、笑いながらスルー。というか、なんだこの状況は。私のアパートに一太郎がご飯を食べに来たっていう設定だよ。なるほど、
かしなあ、心。何？あ、間違えた。ナレーションじゃない、今の。この状況にはおかしな点が2つあるよ。え？まず1つは、一人暮らしでステーキ？ありえない。そして2つ目だが、キッチンが爆発してない？もう、妄想くらい自由にやらせてよ。いやいやいや、リアルにやるのが大人のおままごとだ。リアルに？どんな感じ？よし、ちょっと場所を買ってくれ。うん。心をソファーに座らせ、俺がキッチンに立つ。バイトお疲れさん。晩飯もうちょっとでできるからな。うん、今日のご飯は何かな。札幌一番味噌ラーメン好きだろ。今日は乾燥わかめ入れ放題だ。どうだ、嬉しいか。まったく、心は仕方がないな。とっておきだ。卵一つ丸ごとかけてやろう。ワクワクするだろう。こんなの夢がないよ。確かに嫌だね、こんなご飯ね。大層不満なようだろう。不満なのだろう。じっとこちらを睨んでいる。じゃあ一人暮らしするまでに料理マスターするしかないな。あと何回キッチン壊せばいいのかな。その後も椅子やら照明やらいろいろと見て回り、時計売り場の時計が6時55分を指しているのを見て焦って外へ出てきた。じゃあまた明日ね。あ、学校で。楽しかった。今度はもっとゆっくり見て回りたいな。そうだな、楽しみにしてるよ。またな。笑顔で手を振りかけていく心の背中が見えなくなると、俺もその場を後にした。デイ4、何日なんだろうこれ。最近心ちゃんに勉強を教えてもらってるんだって。ああ、ようやく受験する気になったか。まあ、なんとなくだけどな。で、どこ受けるんだ。東大。はあ？マジで言ってんのか。マジだ、デラマジだ。そのために心が教えてくれてるんだ。心ちゃんも頑張るな。それを無駄にしないためにも俺も頑張らないとな。今から目指して東大って応援はするけどよ。だからさ、マサトにも時々聞くかもしれないけど、よろしくな。あ、俺って教えるのすげえ下手だからさ、やめた方がいいぜ。そうなのか。ほら、俺っては天才だから。は？秀才は他人に教えるのもうまいけど、天才は自己完結しちゃってんだよ。何のこと言ってんのかさっぱりわかんないよ。まあ、そういうことだよ。仕方ない。心には申し訳ないけど、とことん教えてもらうか。そうしとけ。心ちゃんもその方が嬉しいだろ。それはどうだか。けどよ、あんまし頼りっきりになるなよ。え？東大だろ。今の心ちゃんの成績でもギリギリ受かるかどうか。日本一難しい大学とは知っていたが、そんなになのか。心は学年トップクラスだ。それなのに。ま、応援してるぜ。ああ、サンキュー。そして夕方。できた？いや、わかんないところあったら言ってね。ああ。わからないところたくさんあるというか全部だ。昨日の夜はちゃんと復習をして、それなのに今日の問題は全く解けない。なんでだ。昨日と似たような問題、類似問題、類似問題、いやテキストには応用問題と書いてある。応用になった途端に全くペンが進まなくなってしまった。これめっちゃ気持ちわかるわ。
あちくしょう。うわしゃわしゃと髪をかきむしる。すまん、全然わからん。うん、ちょっと貸して。あ、これね、こうこうしてこうすると、で、こうなるの。次はいけそう？ちょっとやってみる。うん、詰まったら言ってね。次の問題に手をつけようとするが、すまん、どう手をつけたら始めたらいいかわからない。うん、これはね、そう言ってスラスラと数式を書いていき、一つ一つを丁寧に説明してくれる。しかし全くもって頭に入ってこなかった。いや、頭には入ってきているのだが、それが理解できない。基礎ができても応用は無理なのか、そんなことを考えてしまう。ふとマサトの言っていた言葉が脳裏をよぎる。今の心ちゃんの成績でもギリギリ受かるかどうか。俺からしたら心の成績は神様レベルだ。それなのに、こんな基礎でつまずいている俺がその心と同じ大学？しかも今の心でもギリギリ。俺なんかにここまで丁寧に教えてくれて、そんな時間本当はないんじゃないか。いや、心がどうのこうではなく、俺が東大？夢を見るのもいい加減にしろ。やっぱ無理だわ。え？だってよ、基本は昨日までのやつと同じなんだろ。それがちょっと変わっただけでこのざまだ。たくさん練習すれば解けるようになるよ。基本をもう一回みっちりやろ。基本ならここ最近腐るほどやってるさ。それでもわかんねえんだよ。あ、すまん。苛立ちを心にぶつけてしまった自分がたまらなく嫌になる。ちょっと休憩しようか。ジュース買ってくるね。そう言ってパタパタと駆け出していってしまった。俺何やってんだろうな。俺みたいなバカが半年で東大に行こうなんてのが無理な話なんだ。そんなの分かってた。それなのに心まで巻き込んで気を使わせて。やめよう。参考書をパタンと閉じる。筆箱にシャーペンをしまう。それらをカバンへ。何してるの？あ、心お帰り。帰りじゃないよ。ジュース飲んで休憩したらまた頑張るんだよね。あのなあ、心。俺の言葉をぶつりと途切れさせるほどの大声。ほら、せっかくジュースも買ってきたんだし、頑張ろう。聞いてくれ、心。聞きたくない。もうやめだ。なんでよ、まだ始めたばっかりじゃない。俺さ、こんなにできないもんだとは思ってなくてさ、お前の受験勉強にも響いてしまう。こんな基本中の基本、東大受験を半年後に控えたお前がおさらいするようなもんじゃないだろう。そんなことないよ。いや、もしお前が受験を失敗するようなことになったら、それこそ俺の責任になる。そんな風に思ったりしない。チタロウのせいなんで。俺が勝手に責任感じてしまうだけだ。ごめんな、たった数日間だったけど教えてくれて助かったわ。なんで？なんで話を終わらせようとするの？俺の進路はさ、俺なりに適当に考えるからさ。いつだろう、バカ。缶ジュースが俺をめがけて綺麗な放物線を描き飛んでくる。俺はそれを避けることもせず、気づけば頭に鈍痛を感じているのだった。俺漢字わかんないですよね、すいません。先に帰るね。怒っちゃった。